どうもふうちたです。ということでね、今回7時50分の飛行機で青森に行きたいと思うんでね、どうなっていくんでしょうかね。今ね結構広いんですよね、やっぱね空港って。あ、なんか食べ物ずっと見てる。あれ、小林さんなんか行くんですか。これ青森に行くから。あ、こんな早くから青森に行かれるんですか。私もそんな感じなんですよ。そうだなんで嘘をつくんですか。そうだこれ、どういうことですか。これこれ 6X です。 6X かじゃあ僕らも多分青森に行くんですか。機内でシウマイ弁当がまあ食えるんですね。これとあとね、横浜チャーハンだっけ、それの2個食いたいんですよ、本当は。この感じは初めてですね。来ましたよ、ついに。これね、プレゼントしてもらったんですけど、値段がついたままプレゼントされてね、1万8000円たって。はい、ということで、青森空港に着きました。荷物も受け取りました。それでは、行きますか。どうもー、ふーじだです。よろしくお願いします。はい、決まりました。ということでね、面白い市場さん来させていただいたんですけども、入るとカウンターがあって、ここに UFO キャッチャーというかね、あっていろいろとありますけど、すごいでっかいお店なんですよね。こっちのカウンターの方に行くと、おやおやあれ、ここは青森なんですよ。青森なのになぜか姫路の有楽舎の店長がいるんですけど、あれ店長ですか。黙って入ってきなさい黙って入ってきなさい。なんでこっちの立ち入り禁止の中に入ってるんですか。早く来なさい関係者なんですか。え、ここの面白市場の店長もやってるんですか。いや、やってないです。ていうか、あなたが最初一緒に行きましょうよって言ったじゃないですか。ないんで。いやいや、偶然店長見つけた手なんで。挑戦状、うん、あ、いいですよ、はい、僕は読みますよ、はい、挑戦状僕は読ませさせていただきますよ。僕になんか挑戦するんですね。はい、挑戦状。ゲーム芸人藤田殿、訓練に次ぐ訓練を行い、ようやくプロゲーマー藤田殿に誤する力ありと、プロゲーマーゲーム芸人藤田殿に挑戦するものであります。有楽者姫路花田店店長かけいでございます。前回ね、ボルフィードの挑戦の時のこと覚えていますか全然知らないんですよ。あ、そうなん。こちらにおられる、待ち構えてました2人で。公平な審判、いろいろ前回ね、やらかしちゃったっけかなって自分思って、だいぶやらかしましたね弾まないトーク申し訳ございませんでした店長、あのボルフィードね、決まりましたよね、やっぱね。何が決まったの。僕の技がね、詳しくはわからないですって言ってるゲームは技が出るわけないんですよ。やったことないっていうのは言葉のあやですよ、それは。ああ、そういうことで、わかった。でもね、僕はね、あなたと違ってね、ちゃんとした真っ向勝負しか言うかな。あの小汚いヘアスタイルしてない。僕は身振りは綺麗に小ざっぱりしてる。毎日洗濯もしてる。まあ、いやいや、洗濯してるよ。頭は頭も洗ってますよ。洗ってんのそれ。洗ってますよ、これ。昔、あの鶴瓶師匠ぐらい。あ、なるほど。そんなありましたっけ。年とともに、まあまあ、徐々に小さくなるのは、ね、それはね、鶴瓶師匠もそうだし、具志堅さんもそうじゃないですか。あ、まあ、しぼんでったみたいな感じですね。まあまあ、これはまあ、私のからしたら、あなたのような、騙し討ちみたいなことはしないです。単純に勝負なんで、わかるでしょ、これ詰まりで勝負って、店長ちょっとしっかりと練習してありますから。いや、そういうレベルじゃないですよ、僕。あ、受けるんですか。藤田逃げるの大丈夫ですか。スーパーインやったら勝てるんでしょ。はい、大丈夫です。あ、分かった分かった分かった。で、もちろんね、あのね、勝負するにあたってね、はい、あの素敵な商品をご用意させていただいております。もらったも同然ですよ、大丈夫ですか。あ、いいですよいいですよ。何が出てくるの。あ、こういう風にちゃんとご用意させていただきます。これすごいでしょ。激走戦隊カーレンジャー。スーハミターボってね、それそもそも珍しいですからね。でもこれはちゃんとあなたが勝たないともらえないんですよ。え、まあまあいいですよ。スーマリで受けるんですね。じゃ あ受けますよ。まだ話は終わりじゃないんです。まさかノーリスクで勝負挑みます。ああ、俺もなんか出せと、いや、いいですいいです、出します出します。あ、違います違います、そんなものはいらない。君のカバンの中に入ってるようなものに私は一切の興味もない僕がやってほしいのは、今日あなたのヘアスタイルいじりましたよね。はいはいはい。さっぱりしない。
ガンダムカットをやってくれる徳屋さんがあるんですよ。行こうか、負けたら。向こうの、77歳のオーナーのおじいちゃんには話を通してある、うん、動画撮れる。髪型がガラッと変わるだけです。自信がないからこの差があるんですか。んこの負けた時の差がこんだけ大きいんですか。なんか大きいですか。差大きいって僕は思いますけど。なんでなんで なんで聞いてください。勝つんでしょ。まあ、スーパーマリオ、まあ、そういうことですよね。うん、店長がもうはっきり言ったらできレースです、うん。じゃあいいでしょう、受けましょう。受けますか、はい、じゃあ第1回目はスーパーマリオ勝負になりますんでよろしくお願いします。大丈夫ですか。ルールですか、うん、ルールは少々お待ちください。今からスーパーマリオ勝負の準備をやりますんで、はい、じゃあスーパーマリオ勝負いきましょうか。ちょっと待って、だからこれ何なんですか。これはお店のデモ画面ですよ。スーパーマリオで勝負するって言いましたけれども、これで勝負するって一言でも言いましたか。じゃあこれなの。ハンデがありません。え、何もないよ。いやいや、これ2個使うんですよ、店長ね。そうよ。そうじゃなくて、これは置きましょうよ。え、なんで。俺は君をガンダムカットにしたいだけやねん。はい、始まるぞ。ハンデがあるのは何か。ねえ、もう勝負始まってんねんぞ。細かいことを気にすんな。これだって2個で、だってこれ入ります、相手の方に。大丈夫だ、俺1点ね。だってちょっと待って。おはこっち攻撃してくな。ここか、ここのラインは俺守っとるやろがお前。これ1個だからどうにもなんなくないですか、こっち。だって手でガードしてますよ今の。いや、手でガードしてないよ。今11やね。これ どなた勝ちなの。そもそも10点。はい、10点、ね、10点選手ですね。ちょっと待って、ってこれ超不利だって、うん、1点取れたよ。鉄壁の だって手がここガードしてないから。ガードしてない。本当に、うん、手が止めたよ今。手が当たっちゃったな。超フリーで、あーやばっ、うまいな。これちょっと見て、入りようがないよこれ絶対。大丈夫だよ。よーい。そうだな、まあまあ隙をついて。だってこれでこっち。前に来た時に口がないってことでしょそれ。そう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 、ね、こっちは結構裸なのに。楽しいわ、勝ちの分かってる勝負って楽しいわ。これだよね、まず一回そこを話させないとどうにもなんない。そう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 。いやでもプロゲーマー藤田さんやったらばね、こんなことお題ね、なんとでもね、突破してくれると僕は信じてるわけですよ。俺が手放した瞬間攻めておれば。あ、まあまあまあ、おぶねー。お、あぶねー。やるやんけ、隙をつくとはやるやんけ。さすがプロゲーマーやな。ドンテン。もう一枚で場を渡せましょう。ああ、いいですね、ダブルですね。いや、ダブルっつってもだってこっちが不利としか言いようないじゃん。いや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 、へい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 、おーい、7点、へい、8点。あっ、1個開いた。ほうほう、あー、ない、両方入った、10点。あー、これ負けじゃん。あ、まあ、あ、3本勝負ですから。3本勝負、じゃあ次いよいよこれ。そうそうそう、次はね、ゲームボーイ、ゲームボーイのソフトよ。だから3本勝負で、スーマリ3本勝負でしょ。違う違う違う、あ、じゃあレトロゲーム3本勝負、はい、こんないっぱいやるんですか。ですね、次はね、うん、こちらを使います、うん、ゲームボーイのソフトを使った、うん、神経衰弱。だってゲーマー関係あります、これ。こっちはなんとなくわかるけど、だってこれだって全部同じじゃないですか。こっちは、まあ、とりあえず置いといてください。こっちだけですね、とりあえず。そうです。え、五右衛門をどうするんですか。埋まりきらなかったんで、この中に五右衛門があります。ボーナスやと思ってください。全部2枚ずつあります。それを多く取った方の勝ちです、うん、ゲームボーイ対決、うんうん、藤田さんコレクターですよ、ね、めっちゃ有利やん。ゲームボーイソフトを普段から触ってる男がですよ。僕も、20年以上前に触っとったゲームボーイのソフトなんか裏面見てわからないんですけど、藤田さんは今もしょっちゅう触ってるじゃない。いやいやいや、裏面見てわかんないでしょ。これ有利なのかな。まあまあ、でもさっきのよりはハンデはな、こっちに有利なる気がする。じゃあ行きましょうか、うん、先行後攻ね、はい、最初はグー、じゃんけんホイ。はい、どちらでしょう。ここでいいや。はい、じゃあまず最初は、うん、まあ五右衛門出さない限りダメってことでしょ。まあ2枚引いてください、うん、まあこの五右衛門若干新しいんで、うん、多分茶色ではないと思うんですよ。だから比較的綺麗めのやつだと思うんですよ、五右衛門ね、うんうん、もう一個あるんですもんね、同じやつが、うん、じゃあこの辺りでいきますよ。比較的綺麗なやつね、うん、はい、めくってください。囲むんじゃ、
囲むんじゃ、うん、あれに近いような感じですね、うん、で囲むんじゃそこそこ古いのかな、人気のタイトルだから来てないっていうこと多いと思うんですよ、うん、すげえやり込むから、うん、そう考えると、じゃあこの辺り、うん、はい、あーペンギンボーイ、囲むんじゃペンギンボーイ、ペンギンボーイですね、はい、はい、はい、やったぜありえますそんなこと、やったぜ、たまたまじゃない、だってこれ店長が用意したんでしょ。